ハロー、西井です、うん、もう夜遅いけどね、うん、今ね、現在、深夜1時ぐらいだったかな、うん、で、一昨日、昨日と徹夜をして、うん、で、なんとか動画編集をね、溜まってたストックっていうのを今吐き出したっていう、そんな状態でございます。でね、これ今撮ってるわけなんですけど、なんとなくで撮ってます、うん、なんとなく撮りたくなった理由は、この一生懸命今までずっとやってきたこの動画のがさ、すごく今評価を受けてるんだね、うん、まだまだちっちゃな評価なんですけどね、うん、でも前とは比べ物にならないほどの評価だったりとか、うん、結果っていうのが今ついてきてるので、なんだろうな、もう感無量で、うん、めちゃくちゃ嬉しいんだな、ね、でめちゃくちゃ嬉しいなって思ってんで、そうやって思いながらお風呂入ってったら、まあ、ちょっと動画でも撮ろうかなと思って、うん、YouTube のチャンネルの方にしれっと載せとこうかなって思ってます。僕もこの旅に参加してね、今9、10、11、12、4ヶ月ぐらいですね、うん、この4ヶ月とちょっとずっと動画編集とパチンコ撮ってやってきたんですけど、うん、非常にいいっすね、うん、なんか今まではさ、その僕社長やってたわけなんですけど、ずっとこう、うん、いろんなものに縛られてたんですよね、うん、その社会のルールもそうですし、じゃあ社員との、対応だったりとか、うん、じゃあなんか税金だとか、うん、あとはまあ経理関係とかね、事務周りだったりとか、まあ、社長業もそうですけど営業もそうですしね、うん、その全てっていうのをこうきちきちってやっていかなきゃいけなかった立場だったんですけど、どうしてもそれがねちょっと合わなくって、病気して、でもっと自由に行きたいなっていうことで今ここにね、カラゴと一緒にこう参加させてやってもらってるわけなんですけど、最初のうちはね、いろんな人にたくさん非難を受けまくったっす、うん、めちゃくちゃめちゃくちゃ非難受けて、僕もすごい罪悪感もありましたし、申し訳ないなって気持ちもすごいたくさんありましたし、うん、ちゃんと関係性をね、整理整頓できてない人たちもたくさんいるんですけど、うん、まあ、そういうのもねあった上で、そういうことを棚上げした上で話しますけど、うん、それでもやっぱり自由に生きる自分の人生というのを選択して本当に良かったと思います、うん、今この時代だからね、自由に生きれる人はたくさん今いるだろうし、うん、自由に生きる方法もたくさんあると思うんですけど、うん、それでもやっぱりまだね、何かに縛られてこうビクビクしながらとかね、嫌なことやりながらとか生きられてる方ってたくさんいらっしゃると思うんですけど、それはそれでね、素敵なことだし、忍耐力がなきゃできないことですから、うん、僕みたいに体が弱いとね、すぐ病気しちゃうので、もうなんかむしろできないんですけど、うん、でもね、なんかまだまだ自由に行きたいなーなんて思ったりとか、やりたいことを思いっきりやりたいなって思ってらっしゃる方がね、この動画をもし見てるのであれば、うん、僕まだまだ結果出てないですけど、まあこうやってやってるやつもいるんだなっていうこともね、ちょっと参考にしてもらえればいいんじゃないかななんて、そんな風に思ってます、うん、ね、これはね多分結果がついてきてから言うことなんでしょうけど、うん、今ねかなり波に乗ってると多分思います、はい、もうちょっとしたらね多分1000人も突破するので、YouTube チャンネル登録1000人突破する人たちってYouTube やり始めた人の全体の 15% ぐらいしかいないらしいんですよね、うん、だからまあ一種の、まあ、せんもいけばね、うん、一種の成功って言ってもいいんじゃないかなとは思いますのでね、あと150人です、うん、150人なんとか、うん、
ファンになってもらって見ていただければ嬉しいなと思います。また明日からもね、頑張りたいと思います。で、今日は僕の好きな札幌をこちらを飲んで今日一日終わりたいと思います。もう二徹してるからね、本当にもう体力の限界死にそうです。じゃあ皆さんお疲れ様です。あ、そしてまだ明日、まだ何日かあるけど、皆さん良いお年を。乾杯。